で、僕はなぜ彼のことを、えー、昔から嫌いだったかというところから説明をさせてもらいたいと思います。えー、この前日曜日に、えー、いわゆるキーパーソンとなる人物、柳井という名前だけ僕は残して、この前の配信を終了してるんですけども、この柳井という人間は僕も知ってます。大阪の人間です。いわゆる闇金を元に、えー、いろんなことをやられてる人間でした。で、相当バブリーで、かなりハブ力、大阪でも東京でも遊んでましたね。 まあもちろん韓国だとかあちこちの、まあ、カジノが大好きだったので彼があちこち行ってましたし僕の周りのタレント女の子、えー、芸人なんかも結構みんな面倒見てもらってましたねで大半の、えー、タレントさんとか芸人さん含め彼がどんな職業をしてるか絶対知ってました それはなぜかというと、彼の取り巻きにいる人とか、彼の周りにいる友達がみんな彼の職業、タレントとしゃべってるので、知らない人がいないんですよ、まず彼がどんなことをしてるか。彼はその闇金をやる中で、いわゆる闇金の資金となるお金、これをいろんな人から投資という形で集めてました。それに対して利息、高額な利回りをつけて、戻すということをやってました。1回、彼、飛んでるんですよ。はい、一度飛んでます。 で、飛んだ上で僕の周りの仲間とか友達も結構みんな何千万単位でお金やられた中で戻ってきたんですよね。うん、で、戻ってきた時にまた彼の周りの友人とかもそれを一旦許してお金を稼がせないと何億ものお金返してもらえないからということでまたお金を融資したりとかしてその人はまた闇金を始めました。最終的に何十億、多分四五十億のお金を飛ばして大阪から消えました。 その柳井という人間が、えー、いわゆるもうホステスも一般人もいろんな実業家も含めもう相当数の人数騙して逃げてます。今も捕まってません。で、僕と同じように、その柳井という人間は一旦その裏の世界から懸賞金がかけられました。いわゆるその裏の人たちもお金騙されたりしたとかあったんで。で、その中で僕は、えー、柳井という人間が、えー、近しくそばに置いてたタレントの一人として清水翔太。 カズハラリュウトのこの二人の名前が出てたんですよ。で、僕はカズハラ君はもちろん面識ないんですけども、いわゆるそのジェネレーションズっていう片寄せりょがいるグループだったので、なんかトラブル起こってからじゃ遅いなと思いました。で、清水翔太に関しても僕は別にそんな面識もなかったんですが、一応この二人には近し一陣を通じて、今柳ないと連絡取ったり柳ないと一緒にいると、下手するとそういう人たちにさらわれるよと、危ないよということを忠告してあげました。 まあ、そしたら二人から知人を通して、ええー、もう今は連,は連絡を取らないようにします。ありがとうございました。という連絡が返ってきました。で、そのまま、柳井は消えました。で、僕はその時別に気にも留めてなかったんですが、ええ、いろいろ周りの人に聞いたり、その一緒にいた人たに聞くとね、柳井はその裏カジノに和原くんも清水翔太もしょっちゅう連れて行ったみたいで、で、清水翔太に関しては、えー、僕がその忠告をしてあげてって言ってあげた友達がいるんです。 で、その友達が、いわゆる清水翔太にタカをつなげました。はい。で、その中で僕はその彼から聞いたのは、いや、翔太は、え、柳井さんとつるんだせいもあり、カジノにどはまりし、まあ、お金が本当なくなったと。で、結局そのなくなっても、柳井さんからお金もらえるから、そのお金でどんどん闇カジノもやっていったと。で、家でもインターネットカジノ違法サイトを開いてやってるらしいです。 もうどうしようもないぐらいカジノジャンキーらしいんですよ。これわかるんですよ。僕もカジノ依存症やったんで、ギャンブル。気持ちはわかるんですけど、あの、いわゆる僕は自分の金とかでやってたんですけども、彼はいわゆるその闇金をやってたね。結局その投資詐欺とか融資詐欺をした人間からお金を引っ張って、カジノを最初にやってるんですよ。お小遣いいっぱいもらって。で、これが何も知らない。全員の第三者です。まあ、彼は絶対言うと思うんですけども、絶対全員の第三者じゃないですよ。周りの人が見に行ってくれてるんで。 その人が闇金だり、どういう形で違法な形でお金を儲けたことを本人は分かっています。分かった上でお小遣いをもらっています。カジノにも一緒に行っています。で、僕はその清水翔太に忠告をしてくれた僕の知人から聞いたのは、えー、清水翔太の事務所の社長があまりにも彼がお金を使い込むから、えー、給料まで事務所に管理されるようになったと聞きました。清水翔太が、えー、タカと会うきっかけになったんですけども、 これでタカと翔太は会うことによって、今の仲,仲良く感じになってるんですけども、僕は一回、その、僕がね、清水翔太に対してこういうことになってるか教えてあげてって言った忠告した間の人間がいるんですけども、この彼が、要は翔太の LINE がなくなったと。連絡先が消えてしまった。東君、誰か経由して翔太に連絡取って、ライブのチケットって頼めないかなって俺は言われたから、清水翔太としょっちゅう遊んでる僕の周りの女の子がいるんですけども、その子に頼んだんですよ。 ちょっと聞いたってくれへんかなと。もちろん名前も出して構わないからって、その男性の名前も言って。で、そのまま、その女の子はそれを翔太に伝えたんですけど、まあ再三、そのことを僕はお願いしたんですが、えー、二人の女性から言ってもらったんですけども、二人ともに書いてきた答えが、そんな人知らないと。誰ですかと。うん、僕はそんな人知らないですってあいつ断りよったんですよ。まあ、そいつも翔太に女の子いっぱいアテンドしてきたんですわ。もうそれも僕聞いてます。 はい。大概女の子もいっぱいアテンドしてきて、まあ、屋内とかといる時も一緒に遊んでたやつなんですけども、根本的にね、タカをつなげてもらうことによって、あいつは絶対救われたはずなんですよ。いろいろ。コラボしたり、呼んでもらったり、タカが清水翔太って名前出すことで、あいつの知名度もどんどん上がったし、一旦ね、低空姿勢に入ったとこから、たまた戻ってきたわけですよ。でそれつなげてくれた人間をね、あいつはめちゃめちゃ邪気にしようったんですよ。 俺からしたら、やっぱりつないでくれた人間って絶対大事にせなあかんで、ね、僕ずっと思ってるんですよ。人とのつながりを大事にせなあかんと思ってるから。それすらあいつできないんですよ。僕は拓也とかタカに会わせてもらった時に、は、えー、めましてって話した時に僕は一回言いました。いや、実は柳井君の件で、一回俺、忠告で連絡はさせてもらったことあるんです。あーって言ってたんですよ。俺はね、感謝さえされどね、あいつに悪口言われる筋合い全くないんですよ。 それが何を調子乗ってんのか知らんけども、木下と一緒になって、あとデイジーのありとも、俺こいつもゴーのバースデーで一回ちょこっと会ったぐらいですわ。お前らになんで俺悪口言わ悪なかね、寿司屋で。その写真も晒すからな、お前らコロラほんま。おい、デイジー、ありモとアリ俺お前と仲良かったか、一回でも。おい、清水翔太、俺お前と遊んだか、お前。 木下に返しては半神終わった後やないかんな、もうお前、こら、ほんま。気分悪いわ。だから今日、清水翔太のことをやろうと思ったんですわ。もうさっきから言うてるように、翔太と直接のつながりないですから。後回しでええぐらい思ってましたわ、ずっと。でもあいつ、人として舐めてるわ、ほんまに。俺のことさらして、 ディスった歌作って出せばいいじゃん。出せや、そうしたら、お前。出せ家に女の子読んで、裸で並べて、自己紹介させる気狂ってんちゃうか、お前、ほんま。それやらしてる時のボイスメモが入ってきとんね俺のとこに。ええー、歌歌ってる俺悪いけど、ウーバーとの対話の時のお前のライブ見たけど、なんも感じんかったわ。歌はうまいで。歌はうまい。なんも響かんわ。 闇金の人間と釣るんで、その金で博打やってるような歌が響くか、こっちに、お前。ないって人間に何人騙されてる思ってんの大阪でも。お前、ホッセスさんも含め、一般人の子も含め、相当数の金いっとんねんだ、あいつ。その金で飲み食いしてる人間が、エラそうに歌歌う,うな。もらった金、せめて返せ、全部。お前も、風原竜とも。 つるむ人間ぐらい選べ、ちゃんと。デイジー、なるともも一緒やないか、おまんなもん、お前。お前らそんな人間とばっかりつるんでるんのになぜタカと仲良くできんの、お前。タカやタクやに迷惑かけんな、お前も、木下も、ほんまめんどくさい。付き合う人間選べ、もうちょっとちゃんと。せっかくコラボして CD 出してやろう、お前。その売り上げでいくらかでも、お前借金詰めたんちゃうんか、お前、これ。お前、カジノに言わしたくない、どこ行ったこれほんまに。 悪い奴をつるんで悪い奴が食べた金で、お前、それ使っとってやろ、お前。お前、北新地の若いホステスの女の子に頭下げて謝る、全員に、お前。お前の歌なんか聴いても何も響かんわ。ブクブク、ブクブク太りやがって、このカスお前。俺は未だにタカがお前とコラボしたか意味わからん。でも、タカの優しさでやったやろなと俺は正直思ってる。聞いてへんで、タカになんでやったんなんか。エドシーランとやった人間がなんで今更お前とやらなあかんねん。 意味が分からん。でもな、たかはたぐお前のこと分かってんねん、金のことも含め、ギャンブルのことも。だから助けたろうもでコラボしたんじゃんギあんなもん、お前。その人間がいつまでもデイジーみたいな脇役のわっきわからんチンピラ会社の人間と付き合うな、こら、ほんま。おい、ありとも、会ったこともない人間の悪口をタレントと一緒になって言うな、こら。